また例によって授業を始めますが、今ここは東京大学の東洋文化研究所の、大会議室で、今日は岩上さんがいないんですけども、それは別に授業としてはおかしなことではないんですが、ずっといたので何となくやりにくいんですが、今日は一人で喋れます。で、今日のテーマはこの授業がもともとアジア情報社会論というテーマなので、アジアと情報と社会の話ぐらいは関係つけておかんといかんだろうということで、その話をネタにして、お話ししていこうと思います。で、最初のお話しようと思うのはこの情報の概念ですけど、情報っていうのは何かっていうと、これはグレゴリー・ベイトソンっていう人の定義で、違い、差異を生み出す差異、A difference which makes a difference だったと思うんですけど、のことだと言ってます。で、この情報が差異を生み出す差異だっていう点が決定的に重要で、これを抜かして情報の話をするとわけが分かんなくなると私は考えてますが、あんまり情報の教科書に書いてないですよね、その情報の定義に。これは情報、普通はだから1ビットとか言って書いてあるんですけども、1ビットってのは何かっていうと、オンとオフとかいうふうになっている、何か箱の中、箱が1個あって、それが入ってるか入ってないかみたいな2つの状態があるようなものがあったら、それをどちら、入ってますか入ってませんかって質問に対して、いや入ってます、入ってません、それが1ビットですね。だけどその、で、実はこの定義はですね、情報の定義にはなってなくて、私の考えでは、区切られた際の定義にしかなってないですね。だから箱があったら入ってますか、これゼロ、はい、空ですか、入ってますかっていう、こう質問が1個生じるっていう、でこれに対して入ってますか、入ってません、入ってません、入ってますっていう、どちらかっていうのは、結局箱を1個用意しましたって、でそれに対して中身を教えてあげますっていう話だけなんですけど、つまり入ってれば入ってなければ別だけど、別にその入ってなくてもいい箱っていうのは、入ってようが入ってようがどっちでもいい箱っていう世の中にいっぱいあるわけですね。同じ箱でもですね、それが貯金箱だったら入ってるか入ってないか結構大事ですけど、それがどうでもいい、私に何の関係もない箱、例えば何か東京大学に対する目安箱とかいうのは私に何の関係もないので、そんなものに意見が入ってようが入ってまいようが全然情報量私には無関係だからその結局そのこの箱の中身に入ってるか入ってないかが何か関係あるかどうかっていうことで、情報ってで関係があったら情報になるんですけど、関係がなかったら情報でも何でもないんですね。例えばだからこの一マスが塗られている、どうでもいいですね。ここは塗られていようが塗られていまいがどうでもいいんです。だから、あるいはもっと言うなら、この部屋に誰かがいて、まだ皆さんまだ見てるからいいんですけど、誰もいなく全員帰っちゃった後にこの箱、この一マスが塗られているっていうことには何の意味もないですよね。だからこれ自体で、これ自体に情報量っていうのは考えるっていうのは無理があると、で無理があるっていうのはおかしいっていうのはこのベイトソンのこの考え方です。それは差異を生み出す差異でないと意味がない。だから何かある、ここが塗られていたらということが、これがですね、何かにあるものを別のものに変換するというような結果を引き起こすんであれば、それは差異と言っていいと。だけど、こういう結果を引き起こさない、何も起きないようなものはこの差異に過ぎないんだと、違いに過ぎない。例えばだから、私がだからこういうふうにこう書いた、この情報っていう文字ですけど、
この部分は塗られていて、この周りの部分は塗られていないという違いが生じてるんですけども、そういう違いが生じたかどうかっていうのは、例えばこの上っていう字を見て、知らない、この字を知らない人ね、